ロス博、ウィリアム・パーソンズ第三代、ロス博爵・ウィリアム・パーソンズは、アイルランドの天文学者、貴族、政治家。一般には、ロス教の名前で知られている。星雲や、銀河の膨大な観測データを残した。ダブリン大学トリニティ・カレッジ、オックスフォード大学、モードリン・コレッジを卒業。1841年に、父が亡くなるとその後を継いで、第三代。 ロス白爵となった。それ以前には、オックスマンタウン教の儀礼称号で称されていた。1840年代に彼は、アイルランドのオファリー・ケンバールの地に合計72インチの天体望遠鏡を建設した。この大望遠鏡は、ニュートン式の反射望遠鏡であり、パーソンズタウンのリバイアーさんと呼ばれた。その後1917年にウィルソン山天文台の、 合計100インチの望遠鏡ができるまで数十年にわたって世界最大の望遠鏡であった。この望遠鏡はかつてないほどの大光景であり、またそれ以前の望遠鏡技術者が望遠鏡製作上のノウハウを秘密にしていたり、製作技術を公表していなかったため、彼がこの望遠鏡を建設するためには様々な新しい技術を発明する必要があった。彼の望遠鏡は 技術的、建築学的に素晴らしい成果であるとされ、この望遠鏡の画像は、イギリス連邦の中で広く伝えられた。この望遠鏡の反射鏡は、銅と鈴の合金である、スペキュラム合金で作られていた。この合金は、湿気の多い気候の下ではすぐに曇ってしまうため、この鏡は6ヶ月ごとに再研磨する必要があった。そのため、ロス鏡は2枚の鏡を用意し、 片方を使う間に、もう片方を再建まして使用した。望遠鏡の建設作業は、ジャガイモ基金の間は中断せざるを得なかったものの、1847年には観測を開始した。この望遠鏡の集光力は当初の予想以上で、稼働当初は18等星まで観測することができた。しかし、アイルランドの空は天文観測にはあまり適しておらず、 天候に恵まれなかったために観測に適した夜は一年のうちでも非常に少なかった。ロス教の72インチ望遠鏡ロス教は先駆的な天文学の研究を行い、いくつかの星雲に渦巻き状の模様が見られることを発見した。これは今日では渦巻き銀河として知られている天体である。彼が見つけた最初の渦巻き銀河は M51 で彼が残したスケッチは 現代の写真と非常によく似ている。そのため、この銀河は、英語では、ワールプールギャラクシーの名で知られている。彼は現在、M1 と呼ばれている星雲を、かに、星雲と命名した。この名前は、彼が36インチ望遠鏡での観測をもとに、スケッチした映画カニに,に似ていたところから名付けられた。 その数年後に72インチ望遠鏡が稼働した後にも彼はスケッチを残しているが、この時の絵は以前とはかなり見た目が異なっている。しかし、ガニ星雲の名前はこれ以降現在までそのまま使われている。ロス教の星雲研究の大部分は、いわゆる、星雲説が正しいかどうかを解決することに費やされた。これは、惑星や恒星は、 ガス状の星雲内で重力の作用によって生まれるという仮説である。ロス教自身は星雲の正体はガスではなく普通の望遠鏡では分解できないほどの淡い星が多数集まっているのだと考えていた。すなわち彼は星雲の正体は恒星であると思っていた。ロス教と彼の部下はオリオン大星雲を個々の星に分解したと主張した。これは 宇宙論に関する主張であると同時に政治的な示唆でもあった。当時、宇宙が進化するか否かという大論争が繰り広げられていたが、ロス教は宇宙が変化するという考えには強く反対していた。この議論についてのロス教の第一の対抗者は、ウィリアム・ハーシェルであった。ハーシェルは自らの望遠鏡を使って観測を行い、オリオン大星雲は、 トゥルーネビュラであると主張し、ロスの望遠鏡は欠陥品であるとした。最終的に人間あるいは望遠鏡による観測ではこの問題を解決するのに十分な科学的結論は出すことができなかった。ロス教は天文学の研究に加えて1821年から1834年まで会議員を務め、 その後1845年には貴族代表議員となった。また1831年に王立協会のフェローに選出され、1848年から1854年までは会長を務めた。1862年にはダブリン大学の学長となった。1836年にメアリー・フィールドと結婚し、4人の息子が生まれた。 長男のローレンス・パーソンズは、ロス白爵位を継承し、父と同様に天文観測を行った。チャールズ・アルジャーノン・パーソンズは、蒸気タービンを発明した技術者として知られている。また、リチャード・クレア・パーソンズは、南アメリカで鉄道を建設した人物として知られている。ありがとうございます。